中島治横浜にぎわい座を描く2016年3月4日いつものようにその場でスケッチしたものです。似てる似ていない聞き間違い書き間違いはすべて中島の下手くそつたなさに起因することです。ごめんなさい、あしからず。三人弁天第8回 in 横浜のげしあれ。三人弁天女流義太夫と筑前琵琶によるコラボレーション。女流義太夫竹本越子、筑前琵琶室井美希、女流義太夫鶴沢津江。ゲスト八王子車人形西川古流。室井美希厚森と直ざね。縦に置かれた琵琶の形、回り込んでくる声と調べ、視線と聴覚が静かに集まっているのがわかる。司会の森江浩太さん、ありがとうございました。熊谷と厚森、もののふの浮い天変を感ずれば夢幻のごとくにて夢よりもなおはかなけれ。思い切ったる人たちにつぼぼみの花を散らしけり。やだけ心のもののふも浮世の無情を感じけん。あつ森の御所を弔いし心の内こそ哀れなれ。日高川入合顔私場の段。竹本越子鶴沢津江さんの浄瑠璃。そして八王子車人形西川古流さん。人形が映えます。15時45分休憩に入る。年春芥川龍之介作演者総出の演目。では最後までごゆっくり。年春でございます。16時。八王子車人形動き回ります。みんな並んで最後のトーク。三人弁天その8回。室井美希厚森と直実日高川入合顔私場の段。年春芥川龍之介作16時30分終演。2016年3月4日三人弁天第8回 in 横浜のげしゃあれでした。